国慶説大量の中国人が日本を旅行していますその時に中国政府が日本で気をつけろってわけですいやいや大丈夫だから中国人だからといって殴るとかないからむしろ逆ですよ絶対ね中国人が日本を旅行しても危険な目に遭わないのに日本は危ないと集会場には近づくなといろんな事件があってね反中感情あるから気をつけろって警告してるわけですよねところが日本の外務省は何も出してないんですよ本来であれば渡航自粛勧告をね出すべきです 危険情報を出すべきですよそしてそれでも中国に渡らなきゃいけない日本人はこれに気をつけろこれに気をつけろって日本外務省こそ出すべきじゃないんですかなのになんで中国の外交部が中国人民に対して日本に行ったら気をつけろとか言ってんですか逆ですよ逆ようやく政治で話題になりましたね中国渡航に関して危険情報を出すべきではないか自民党の部会で議論になりました遅いんだよこんな議論が今頃始まるのも遅いんだよこんな議論の中なくても外務省が と,っと,と危険情報を出すすべきですよ自民党は30日中国広東省深圳で日本人学校に通う男児が刺殺された事件を受け外交部会と文部科学部会の合同会議を開いた出席議員からは法人の安全確保のため中国への渡航や滞在に注意を呼びかける危険情報を外務省から発表するよう求める意見が相次いだ外務省の担当者は最も効果的な対策を考えると述べるにとどめた会議では政府に対し容疑者の動機を含む早期の実態解明や再 再発防止の徹底を中国側に迫るよう要求する声も上がったということですね危険情報は外務省が法人渡航や滞在にあたり特に注意が必要な国地域について発表するレベル1は十分注意 からレベル4対比韓国の4段階を設定している外務省はレベル1のチベット自治区と新疆ウイグル自治区を除き中国に対して危険情報を出していない中国全土に対してレベル1を発令すべきだと思いますよ私はやっぱね安倍さんの時外務省ねちょっとピリピリっとなったんですけどもね今だいぶもうなんか弱くなっちゃいましたねあのもう全然ねダメですよ外務省緊張感ない日本の国益のために動いてほしいですねもしねだって日本人の子供がね、えー、襲われる事件もう 立て続けに起きてるんですけども1回回目目で危険情報を出ししていいれれば2回目は防げたかもしれない外務省が危険情報を出すと企業としても家族は帰れとか言えるんですよ何もないと何も言われてないのに帰れって言うとなんかちょっとね企業としても言いにくいでしょ危険情報を出すと安心してね家族の帰国とかを会社が決められるんですよね。 だから1回目で外務省が危険情報を出していたら2回目はなかったかもしれないあの10歳の男の子は死なずに済んだかもしれないそして次もうすでに外務省の責任ですよ次ねもしこのまま危険情報を出さないで3件目が起きたらこれも外務省の責任と言っていいでしょう出しておいた方が安全なのにねなぜ出さないんでしょう日本人の命を守ることよりも中国のメンツ何言ってんですか中国外務省逆のことやってますよ日本に行ったら気をつけろってやってんですよしかも先手打たれてんですよ日本人 自の命ってそんなに軽いんでしょうか外務省にとってひどい話だよな真面目に仕事してほしいよな武田辻康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします、えー、本家武田辻康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね